クリス・ハートとは日本の男性歌手である。アメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコベイエリア出身で2017年に日本へ帰化した。1984年8月25日アメリカ合衆国サンフランシスコベイエリアでアフリカ系アメリカ人の両親の間に生まれた。2歳の頃に両親が離婚したため母によって育てられた。 2003年から2005年、アメリカでビジュアル系のコピーバンド、ニキータ W、メタリックビーツを組んだ。2006年から2009年、自分で作詞、作曲、プロデュースを手掛けたリーブというソロロックバンドに在籍した。2009年、日本へ移住。2011年、筑波大学のテーマソング、イマジン・ザ・フューチャー、イングリッシュバージョンの作詞をクレジットされた。 三人組ボーカルユニット、トリプルトリップで活動し、シングル、ニューワールドが配信された。2012年、日本テレビ系列のテレビ番組、喉自慢座、ワールドに出演し、出場16組の中から優勝を飾った。2013年4月6日放送の同番組にて、ユニバーサルミュージックから、ソロ歌手として、メジャーデビューすることが発表された。 2013年5月1日、デビューシングル、ホームを発売した。収録曲は、ホーム、確かなこと、旅立つ日の3曲となっている。2013年6月5日、デビューアルバム、ハートソングがリリースされ、オリコン週間ランキングで3位を記録した。2013年10月から11月にかけ、全国ツアーを行う。2013年12月31日の、 第64回 NHK 紅白歌合戦に、松田聖子とのデュエット曲、夢が覚めてで、初出場する。2014年3月19日、初オリジナルアルバム、ソング 4U がリリースされ、オリコン週間ランキングで7位を記録した。2014年6月25日、第2弾のカバーアルバム、Heart Song 2がリリースされ、オリコン週間ランキングで2位を記録した。 2016年2月17日、自身が初めて作詞を担当した、僕はここで生きていくがリリースされた。2017年4月6日、同年中に日本国籍を取得したことが報じられた。2018年4月13日のコンサート後に活動休止。2020年1月16日、4月10日のコンサートを皮切りに活動を再開することを発表した。 テレビ、ありがとうございます。